第32話になるんです。あ、32話になるんですけど、まあ、現状また例によって、なんていうんですか、磨きを続けていくんですけど、まあ先ほどちょっと今なんていうんですか、正月とは言うてもスズメに正月、盆も正月もないよという話ですよね。スズメは絶えず、食料を欲している、私たちは食料を、君に寄給してやまないというやつです。ついすっかり忘れていた。朝起きたのが、8時ぐらいだったかな。でそれから、風呂に入ってご飯をテレビを見ながら食べてたら9時とか10時になってしまったので、 それから、で言うから、いや風呂に入る前にスズメに餌をやったんだ1回。いやだからスズメに盆とか正月という概念がないんだよっていつも言ってるんですよ、スズメが私に対して。私たちは絶えずお腹を空かしているんです、用意できていませんよというようなスズメなりのサジェスチョンもしてくるんですよ。でまあしょうがないから、ごめん忘れてた、昨日はもう早めの夜1時半頃に寝たんだけど、その前日あたりはずっと寝てなかったんだよっていう、スズメはそんなことはどうでもいいんですみたいな顔をして電線の上に止まってるわけですよね。で、知ってる方は知ってると思うんですけど、アルフレッド・ヒッチコックという監督の、まあ監督だが監督したと思われるんですけど、あの鳥という映画があるんですよ。でそれが、まあ私はリアルタイムじゃないっていうことだと思うんですけど、あの NHK の衛星じゃないかなと思うんですよね、そういうやつをテレビでやるというのであれば。たまたま NHK の衛星を見るということができていた中学生、高校生ぐらいの時期があるので、そこで多分見たと思われるんですけど、そのアルフレッド・ヒッチコック監督の、鳥という映画があるんだけど、もうそういうイメージに近く、そういうイメージを感じちゃうんですよね、そのスズメたちに。いや家の近くの電線に、どうだろうな、20話30話ぐらいなんかすんごい止まってるんですよ。いやたまたま家を出て、いや餌をやろうかなと思って、家のちょっと庭のちょっと行ったところの餌台に行こうとして、そのいつもその止まっているという感じの電線のとこを見ると、ん？というぐらいスズメが列をなして止まってるんですよね。いやそのアルフレッド・ヒッチコック監督の鳥という映画でそういうイメージのシーンがあるんですよ。昨日は 2,3 匹だったんだけどなと思って、たまたま見たらそこの電線かなんかに100羽ぐらい止まってる重要な映像があるんですよ。それですっげえ自分の目を疑うみたいなシーンが確かあったような気がするんですけど、そう、いやだからそこのあたりを言ってるんですよ。だから何て言うんですか、まあ、ちょっと言い過ぎだろうとか誇張してるだろうというふうに言う人はいるかもしれないんですよ。まあそれは否定しないですよ。ただ私はこれはそういう人の意識というか、その意向とは裏腹に、私の作っている動画というところで私はそのように、客観的目線で言うとそのように見えているんですということを、言うとるだけなんですよ。言うほど誇張はしてないはずなんですけどね、だからリリックが違うということだと思うんですよ。リリックで、まあ、文脈というんですか、前後が違うというだけだと思うんですけど、言うほど変なことは言ってないはずなんですよね。変なというか誇張している部分が、そう言うほど誇張してるかな、そういう方々がだからピックアップしてるところが違うんですよ。例えばさっきの
DJT とプーチンの、とんでもない行為をしている、イラストがDJT のツイートの、なんていうんですか、コメントだかなんかあるじゃないですか、吹き出しみたいな部分のやつ、そこのところの45人目とかにポンって置いてあるんですよね。っていうぐらいしか言ってないんだけど、そういう人はそのイラストのそのプーチンと DJT のやらかしている行為に関してすんごい語ってるんですよ。おそらくは。私はそれがないんですよね。そういうことを、イラストで投稿している人がいるんですよ。しか言ってないんですよ。だからそういう方々が求めている部分とずれてるということで、それは言い過ぎだろうということを言ってるんでしょうね。彼らの求めてるところ は全然言ってないじゃないか。ということだと思うんですよ。で、まあ、なんていうんですか、まあ、スズメがとんでもない量ああいうところに泊まってるんだけど、なぜかお尻をこちらに置いや、だからそれツイートに、ツイッターなんかのツイートにも書いたんだけど、なんか知らんけど、ここに餌を、私の、やってる餌代に餌を毎回食べに来る割には、なんか毎度は私の方にお尻向けてるよね。いや、なんでこっちに毎度尻向けてるの？なんかある意味可愛いんですよね、スズメ。スズメのちっちゃい姿で、なぜかいつも尻をこっちに向けてるんですよ、電線の上で。なんかそういう意味字が、その芸能関係の例の契約の話とか聞いちゃってるから、なんか笑えるよなとか思って、なんでもただ不信感があるわけですよ。なぜかというと、餌をやってきたの、やったのが、わからないと取りに来れない、食べに来れないわけですよね。だからこっち見てないといけないはずなんだけど、っていうのだいたい1匹はギリギリ見てるんかな。それで、それか他のところに泊まってるのが来るんですかね。そういう兆しを感じて後ろを向けてたのがわーって来るってことですかね、それは。いや、だから兆しなんですよ。ガンムでいうところ、機械の木という字を使ってる木というやつですよね。いや、それがちょっと言ってほしかったんだよっていうようなイメージが今芸能から来てるんですけど、いや、まあそれはいいとして、だからどこ、なんでお尻こっち向けてるんだ。まあ、スズメだから多少可愛く見えるから微笑ましく見てるんだけど、最近分かったのが、豊橋は風が強いということですよね。豊橋は風が強いから、その電線が風に対して直角に配置されてるんですよ。で、たまたまこっちが、風下なんですよね。いや、だから風下を向いてたら、俺たち風が吹いたら一回転してしまうよ、大車輪になってしまうってスズメが言ってるんですよね、おそらく。スズメの大車輪っていうような感じの大槻賢治の歌ってあったような気がするんですけど、いや、まあ、だから、ああそうだ、それで西の方を向いているんでしょうね。だから豊橋は西から来る風が強いんですよ。まあ、ある意味ここら辺はまだここら辺で言うと、なんていうんですかね、須勢とかの入り口のあたりだから、ウィンドバレーというイメージはないですよね。ウィンドバレーというのはどこなんですか。ここら辺で言うウィンドバレーというところは、まあそういう感じなので、スズメは私の方にはお尻を向けている。まあ、で、まあ正月もボンボンないんだよって彼らは言うんだけど、そのなんていうんですかね、スズメの、その私が餌を、そこの餌台の皿に、なんていうんですか、
盛ったというか、あのワットをちょっと何て言うんですか、用意するんですよ、配膳するんですよ、配膳というかあのご飯を。そうすると、2箇所あるんですけど、その手前側ですよね、私の手前側の、まあ、ところにあの餌を置いてから、もう西のもうちょっと西に5メートルほどいたところにもう一つの餌場が用意されているのだ。そこに向かい私は一歩一歩足を踏み出している。その間あまり音を立ててはいけない。餌を入れているその容器をカチャ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 、まるでマラカスのように鳴らすことは可能ではあるが、そういうことをしてスズメがびっくりしてしまうといけないから、私たちは静かに西の方に5メートルほど歩みを進めなきゃいけないのだって台本に書いてあるんですよ。でその通りに毎日歩いていくんですよ。それでそこでそこに餌をやろうかなと思って、そのさっきやった餌台の方を見ると、もうすでにスズメが5、6羽つついてるんですよね。でいやなんかすっげえ、もうなんか私が今ここで第2の餌場に餌を投入しようかというその餌台を見やる前にそっちの方を見ると、もうすでに、もう5、6匹食っちゃってるわけですよ。その上にお尻を向けてたスズメがいつの間にか飛んできて、そこの餌場でもすでに食ってるんですよね。いやもうなんかお構いなしに食っちゃってるよという感じが、まあ、ある意味微笑ましいから笑いが出てくるんですけど、で、まあ、そこに餌をやって、まあ、またループ上に今度はその手前にある北側の菜畑の間をに作られた感動をそそくさと歩み進むと、そのもう少し行った2メートル北あたりには目白用便宜上目白用の餌台が2箇所ほど用意されているから、そこに水、まあ、要するに蜜を溶かした餌を与えておきなさい。まあだから DJT みたいなイメージですよ。その、ね、ウグイス嬢みたいな鳥が来るからね、そこには。喉が渇いてしまいました。毎度叫んでいるから喉が痛いから、ちょっとその液体の餌を置いておくようにというふうに鳥が言うてるわけですよ。そういうのが台本に書いてあるから、そういう台本を読んで私なりの演技でそこで餌を与えているんですね、私のレシピで。それでだから今日朝見たらなくなっちゃってたから、今日朝はあったのか、朝はあった、さっき見たらなかったから、そこに追加して置いておくわけですよ。で、もうその餌をやった、ところからまた最初のところにも今度20羽ぐらいわーって食ってるわけですね。たまたまその餌の入れ物がお皿みたいな感じ、テラコッタ製の鉢の、水受けみたいなやつを使っているんですよ。それ丸いから、まあ、要するに丸いわけですね。そういうだからそこにみんなスズメが車座になってつついているんですよ。でなんか微笑ましいなという感じで見てるんですけど、まあそういう感じじゃないかな、っていうのがあれですよね。ファミリーというやつですよ。まあ、ファミリーという映画があるかどうかちょっと私は知らないんですけど、まあ芸能のファミリーというのがあるじゃないですか。それで正月になると、正月だからみんな来なさいというふうに親が言うわけですよね。で親が、そう言うから子が、しょうがないから行かざるを得ないんだけど、何て言うんですか、その親の、その親の芸能の親の、まあ、子分みたいになってる方はもう行きたくないんだけど、行かざるを得ないんですよ。でその、まあ、そのこの自分この息子とか娘というのは、わ
あそこに行くとお年玉がもらえるみたいな感覚になってるから、もう行こ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 う行くわけですよね。でまあ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 しょうがないな、でも重い足を、正月から重い足なんですよね。でもまあ仕事上の関係もあるから親のとこに行かなきゃいけない、ちょっとみんな集まって10人ぐらい、そうすると子供を含めて30人ぐらい来るんですよね。でそこで、これから新年の、ささやかながらの、小料理とかを用意いたしましたので、つつきながら、談笑でも しましょうかみたいな話を、あの親が言うわけですよ。で、そこで、まあ、だから一応そういうところで子分たちはあの、親の手前もあるから聞き入ってるわけですよね。でそこにいる子供というイメージなんです。でだからそういう感覚でいる子供というのはだから親分の言う話に何なんですかね。まあ一人か二人あの同調して何て言うんですか、もうすっごい目をキラキラさせてまあ、お年玉をもらったという手前もあるのかもしれないんだけど、目をキラキラさせてそういう、孫世代が親の、語りをもうすごい何て言うんですか、もうすっごい勢いヘッドバンキングですよね。もうハードロックに近いくらいの、まあ、だから子供だからさ加減を知らないんですよ、その首を振る。もうだから親が首をやんわり振っているところで子供がガックンガックン、もうすんごいもうハードロックのヘッドバンキングのような勢いでガックンガックンやってるわけですよね。それが1名か2名いるんですよ。でその残りの、まあ、どうだろうな6割ぐらいかな、6割がもう付き合ってるんですよ、そのスズメみたいに。わーっつって、わこんなの親が用意してきたっていうか、うわこんなすんげえな、これ俺こんなエビ食うわとか、カニは俺だとか、牛肉俺だとか言って、いや私は菜食主義者だから、白菜しか食べませんよみたいなこと言っちゃってるんですよね、子供が。だからその親というか親分の子分となっている子どもの親は、だからその親分の話を、そうですねってみんなニコニコしながら聞いてるんですよ。そういうのが芸能のその一家というものだから、ファミリーというやつですよ。もうゴッドファーザーみたいなやつですから。で子供はそこまでまだよく分かってないからそういう感じなんだけど、そういうところであれなんですね、なぜかテレビが置いてあるんですよ、まあ、そういうところだから一応。でその中の残りのあれですよね、2名ぐらいですよ。まあ一応おせちとかそういうところ その肉とか、まあ、そういう鍋物の菓子を知らない、そういうのは一応食べたりするんだけど、もうその親の話もなんていうんですか聞いてないんですよ。でもすでに飽きちゃってるから、なんか知らんけどテレビがあるからテレビつけちゃって、テレビ見てるんですよ、 2名だけが。そういうのが大体私の子供の頃は なんていうんですか、ビッケだったんですよ。ビッケとかやってたかな、正月だからやってないか、なんかあれなんですよ、正月からなんかナショナルジオグラフィックかなんか知らんけど、なんかやってるんですよね。それ見てるんです。他のかなんかすごい、もうゲームやろうぜとか言ってゲームとかやってるんだけど、まあ、これそういう話はなんか、ああゲームか。なんかそこにない人が数名いるんですよね。テレビ永遠見てるんですよ。それあそうかあれか、その頃で言うとオールスター、特殊能力大賞でしたっけ、オールスター隠し芸大会か、特殊能力を披露する番組があったんですけど、芸能人のそういうの見ちゃってるんですよね。それ他の人はそのご飯と、その旦那衆の話に聞いてるんですよ。
でも半ば子供だからもう眠くなっちゃってきてるんですよね。それが日本の、芸能ファミリーの正月というものだということなんだろうなというのを疑似体験したことがあるという話でした。で20分経ったので、一応磨いてはいますよ。しょうがないからここら辺の境界線をちょっと今磨いていたんですよね。ということで、第32話を、終了したいと思います。